こんにちは、ヨウくん町ブラチャンネルです。本日は三重県最大人口数の都市四日市市中心駅の近鉄四日市駅周辺を散策する動画でやっていきます。よろしくお願いします。駅中はこんな感じ。では改札を出た街の様子を見ていきましょう。駅を出てすぐこちら、ふれあいモールと書かれてます。こちらをひとまず歩いていきます。真上には近鉄名古屋線の路線が通ってます。で、ここを抜けると奥に見える高架橋、あちらは近鉄湯の山線の路線が通ってます。で、ここの高架橋の下を抜けていきます。お、なんか雰囲気が変わりましたよ。綺麗に栄えてる感じ、そんな様子が伝わったかと思います。四日市かなり栄えてますよね。でもこれはまだまだ序の口なので、後の映像もお楽しみに。その際、四日市のことがよくわかる簡単な解説もしようと思います。正面の建物は隣へ四日市複合商業施設です。なかなかの大きさですよね。カメラをこちら左側に回していくと、脇に伸びる通りはこんな感じ、中規模群のビル群で埋め尽くされてます。今通りを抜けてこちら右側を映してます。そしてカメラを左側に回すと、先ほど紹介した隣へ四日市の建物があります。間近で見るとなかなかの大きさです。お隣には都ホテル四日市、こちらもなかなか高層階の建物です。近鉄グループのホテルで、ネットで画像を見たらめっちゃ洗練されたホテルでした。ぜひ気になったらホームページを見てください。では一旦こちら側を歩いていきます。で、ちょうど先ほどのホテルの左奥側にはこちら、おーすごい綺麗で広々とした広場があります。街中のオアシスって感じですね。広場には駅から正面にあった隣へ四日市が建ってます。こう見るとなかなか奥行きが広いです。さらに左側にはガラス張りのビルが建ってます。こちらは市立博物館、中にはプラネタリウムや、あの四日市の郊外について学べる施設みたいです。ちょっと四日市に来た時にその件がすごく気になったんで、空の様子を映しました。撮影が夕方ちょい前で暗く映ってるだけで、結構ね、空は綺麗に透き通ってました。現在は法整備や汚染防止技術も進んで、大気が良好みたいです。そんな四日市市、名前の由来は戦国時代の領主赤堀氏の支配下で四のつく日に市場が開かれたことが名前の由来みたいです。これでね、ちょっと知り合いに少しは語れちゃいますね。では広場から出てこちら中央通りを歩き、一旦駅方向に引き返します。その後に駅の反対側、そちらがめっちゃ栄えてるので、ぜひお楽しみに。通りの右側には宇野森公園という観光地がありますが、今回は時間の関係で行けず申し訳ないです。では近鉄四日市駅のこちら、高架橋の下をくぐり、駅の反対側の街の様子を見ていこうと思います。はい、高架橋をくぐり、ちょうど駅の東側の様子を映してます。どうでしょう、中央通りにはビル群がそびえ立って、なかなかの都会ですよね。後にこちらの通りも歩いていきます。通りには屋根付きの商店街もあります。で、後ろ側の線路高架橋側にはこちら超でかい近鉄百貨店があります。何でも三重県内最大の百貨店との情報です。先ほどのホテルも近鉄グループですし、ほんと近鉄の街ですよね四日市は。では今カメラを向けたこちら側、ひとまず駅方向に歩いていきます。で、カメラを左側に回して、こちらの通りが動画の最初で駅から奥に歩いた通りです。ちょうどぐるっと回ってきた、そんな感じです。今歩いてきた通りの奥もこんな感じ。この辺りは飲食店系のビルで結構埋め尽くされてます。そのような印象を受けます。で、ここの通りの右側には2番街、隣には西新地というエリアがあって、この辺りが四日市の歓楽街です。2番街の別な通りの様子ですが、こんな感じ、なかなか華やかですよね。ちなみに西新地側はなかなかディープなエリアです。そんな歓楽街のすぐそばにはこちら諏訪公園があります。なんか街中の普通の公園かと思ったら、いやー結構ね、雰囲気が少しヨーロッパ風のおしゃれな公園でした。敷地内の建物もイルミネーションが装飾されて、なかなか綺麗ですよね。とてもね、歓楽街エリアにある感じがあまりしませんでした。公園内にはカップルとかもいて、ちょっとね、羨ましかったです。はい、でこちらの公園の奥には諏訪神社があります。なんでも鎌倉時代からの歴史があるみたいです。
四日市市は東海道53次の宿駅として多くの旅人も道中に参拝したとの情報です。はい、では神社をここで後にしまして、駅前からこちらの通りの右側にある一番街アーケードを歩いていきます。位置として後ろ側が駅方向、そんなイメージです。通りには様々な飲食店、お店が軒を連ねて、なかなか賑わいのあるアーケード街でした。通りの様子はこんな感じ。アーケードは一本だけじゃなくて枝分かれする通りも栄えている様子がこんな感じで伝わったかと思います。これが複数あるイメージですね。この一番街アーケードの歴史ですが、この辺りが昔諏訪駅という今はなくなった駅が存在しました。で、新しく近鉄四日市ができまして、その廃線後にこうして商店街が形成されたとの情報です。はい、一回戻りまして、現在先ほどの近鉄百貨店の真下あたりにいます。いや、イルミネーションがとても綺麗ですよね。こちら中央通りもこんな感じでイルミネーションが大変綺麗です。ではこの中央通りをまっすぐ歩いていきます。ちなみにこちらのアーケード街も一番街商店街と書かれてました。こう見ると一番街商店街の規模はね、なかなか大きいことがわかります。今歩いている左側の通路から先ほど歩いた別の一番街商店街まで行くことができます。ここで簡単に四日市市の概要をお伝えします。四日市市は三重県最大の人口数を有する都市で、人口約30万人の都市です。明治以降、日本の近代化の歩みとともに四日市港を中心に商工業都市に進展しました。特に高度経済成長期に石油化学系企業が多数立地して三重県最大の工業都市、商業都市に発展したとのこと。ちなみに四日市岡田家の家業から発展したイオングループなども発祥の地であるみたいです。四日市すごいですよね。あと四日市はトンテキの発祥地で有名なんですが、今回その様子は映せなくて大変申し訳ないです。しかし四日市は初めて来ましたけど、こんな栄えてるなんて衝撃でした。さすが三重県内ではね、最大の人口数を有しているだけあります。三重の県庁都市津もね、行ったことがないから今度撮影しようかなと考えてます。中央通りを結構歩いてきました。この辺りはこちら立派な市役所が建ってたり、お隣も公共施設の建物があります。なかなか立派ですよね。やはり四日市は大きな都市だということがよくわかります。中央通りの突き当たりは JR 四日市駅。近鉄四日市駅前に比べると繁華街よりは住宅街の中にある駅、そのような印象を受けました。ちなみに四日市の石油コンビナートの夜景はすごい綺麗みたいなので、ぜひ参考にしてみてください。以上、近鉄四日市駅周辺を散策する動画でお送りしました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。